はいひと月満札清水です今日はですねオリンピックに関わったらみーんな赤字っていうですねえー、本当に呪いだなっていうふうに思うのとまあ自民党総裁選がですねもう本当に大分裂しているというまあこのあたりの話をですね本間さんとしていきたいなというふうに思います本間さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやあの河野太郎がねあの安倍晋三とか経団連とかの原発利権に手突っ込んでですよね お前、核燃サイクル止めてやるわーギャッハッハッハハとかって言ってですね、経団連とかが、電池連とかが震え上がってですね、うわー、大変やーっていうふうになって、河野以外死にし,しろってこう動いてる。ね。もう本当になんかこう、すっちゃかめっちゃかに自民党もね、あーの、なっていて、もう分裂気味だなと。で、高市早苗を応援してみたと思ったら、野田聖子がスルルルーって入ってきたりとかして、もうなんかもう、恥も外分もないぐらいごちゃごちゃになっているなと。 いうふうな状況ではあるんですがなんでねオリンピックと自民党総裁選そしてこあの河野太郎の原発革年サイクルの話をつなげるかというとですねいいですか皆さんオリンピックはですね赤字だったんですもうとんでもない赤字ですよ税金3兆4兆ぶち込んででもね原発はね毎年それぐらい出してんだよもう毎年オリンピックできるっていうぐらい <laughs> まあ一毎年オリンピックできる。きるいあなたの町にも新国立競技場。<laughs> あれ、原発でてってもう40年ぐらい経ってっから、なんか都道府県全部新国立競技場作ったんじゃないか。<laughs> <laughs> <laughs> いらねえよ、そんなもんって話なんだから。あれはすげえぜ、壮大な話だぜ <laughs>、はあ。一回も満員になったことがないみたいな。うん、いや、だから。 北海道オリンピックから始まったですよ、青森オリンピック、秋田オリンピック、岩手オリンピック、福島オリンピック、長野、山形オリンピック、うわーってきて、埼玉オリンピックから千葉オリンピックに、神奈川オリンピックに、うおーって行って、新潟オリンピック、長野オリンピック、がーって、滋賀オリンピック、京都オリンピック、大阪オリンピック、青がオリンピック、あ、まじいよね、そういうふうに言えばそういうことです。でもそうだよ、本当に。 本当に。でオリンピック問題を追及してたのも皆さんにとって、まあ、分かりやすく注目を浴びるね話だからオリンピック、ね、我々が批判してたのは何かまず1、ね、働いてる人の命を無駄、ね、にしてる危険にさらしても知らんって当初は酷暑の問題だったけどコロナになってもさ10 11万人当初。 ね、最終的には8万人ぐらいのボランティアの酷暑対策と,ボラン、えー、っとコロナ対策をしてないの当然だから。で税金がね無駄に使われて最終的に国がケツを持って関わった企業だけがうっしししってなって最後は赤字だけ残る。こういう構造が問題だと。でもこれはね原発も一緒だよ。さすがに原発福島第一原発のねあの自己処理をしてる人たちはボランティアではないけど。 中抜き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 で 5, 時ぐ5回ぐらい中抜きされてでそれで被爆しながら仕事してんだよ、うん、で,で全部税金あと我々の電気代何か,っかり似てるよなもうどうして俺は東京原発五輪っていうタイトルを考えつかなかったのかな <laughs> んだコントロールだから嘘っぱちじゃねえかよ だから、そこに、そういう欺瞞に手突っ込んで、なんとかしないとダメだっていう象徴としてのオリンピック。で、まあ、河野太郎が核燃サイクル止めるとか。で、そしたら自民党がそこの欺瞞はちゃんと抑えておいてくださいよとかって言って、野田聖子擦り込ませるとか、なんかシューってやるとか、高市さらが、核融合のほでやります、私はとかって言い出したりとか。もうむちゃくちゃなんですけど、何なんですか、もう東京原発五輪だよ、これはもう。 なんかまあマイコとタイミングが合ってるから、うん、そのあたりがぐちゃぐちゃになってる感じがするよね。うん、なんか。でもね全てに共通するのはね、うん、税金突っ込んで赤字になってはいさよならっていうことよ、うん、<laughs> 全部がそうだ<ー>やっぱりさ税金突っ込むっていうのは あのー、なんで税金入れるかっていうと、うん、民間がやんねえから税金でやるわけ、うん、でなんで民間がやらねえかっていうと黒字にならないから、うん、でだからそこに税金ぶち込むわけだけど、うん、まあオリンピックも税金なしじゃ絶対開けないわけだからね、うん、今やね。はい あそこに兆円単位の税金突っ込んじゃってさうん、うん、それでいやもしかしたら儲かるかもなと思って一生懸命テレビ中継した民放はみんな赤字になったっていう、うん、そういうニュースが入ってきてるね、うん、民放連の会長副会長の会長が会長が えー、オリンピック中継頑張ったから頑張りすぎて赤字になったって言ってるよねあの会長ですね大久保芳雄会長、うん、日本テレビ会長は、うん、定例記者会見で東京五輪のテレビ放送に関わる民法全体の収支が赤字になったと発表赤字は夏季五輪では2012年のロンドン大会以降3回連続具体的な金額は明らかにしていない、うん、なんなんじゃあやめろよ <laughs> じゃあやめろよ まあね通常の番組ぶっ潰してずーっと延々とやってたでしょ。<ー>うんあれ、完全に黒字にするとしたら本当大変な話ですさ、うん、だからここで聞いてくるのが、パナとか、パナもえっ、ー、とトヨタも、うん、あれもブリヂストン、要するにワールドワイドスポンサーがあのオリンピックの CM やめてたっていうことよ。うん、それはボディーブローのように聞いてるわけ、うん、結局。うん ほんであのー、テレビ局ってさそういうああいうコンテンツで CM が足りないと、うん、結局ほら企業のランクを下げて入れざるを得ないうんうんいっつもそこでね、うん、ギリギリのところで見合いお見合いになるのが、うん、その企業のランク要するにまあまあまあさいわゆる一流企業、うん、いつも CM 出してくれるような会社、うん とそうででもない会社ってあるんでしょテレ東でしか映んないような、はいうん、あのやらないとかうん、うん、あとローカル局でしか CM 流れてないみたいな企業ってあるじゃんでもいくら CM 枠が空いてるからっつってそういう企業をいきなりゴールデンタイムとかには持ってけないわけ、うん、だからテレビ局っていつも悩むわけ、うん、ゼロよりは ゼロよりはあそこのほらなんとかって通販のあの会社訳わかんないもん売ってるけど、うん、夜7時ゴールデンタイム開くよりはいいやっつってそれ入れるかっつっそれ入れないうん、うん、だってさ赤字を絶対に阻止するんだっていうんだったら、うん、本来で言えばそういう企業をじゃかすけ入れりゃいいんだよ、うんでもいいからそうですねだけどそれやっちまうとまあこれね テレビ業界なんかでは格が下がるって言うんだけどさ。格格。要するにゴールデンタイムとか7時とか8時でね、例えば、例えばさ、まあ、どこでもいいや、ソニーがさ、ソニーが提供してたとするじゃん。それで、まあ、一月三十30億ぐらい出したとしよう、ある番組。でもいっぱい枠が空いちゃってて、他誰もつかないからさ。 他の、まあ何でもいいのなんか知られてない企業入ってきたとするでしょ。うん、で、ソニーは月間30億出してるわけ。うん、だけど、このよくわかんない、どっからかへーって来た穴埋めに入ってきた企業がいくら払ってるかっていうのは、実はわかんない。はい、それはそうだよね、秘密になってるね。うん、でも、いろいろと電通に聞いたり、博報堂に聞いたりすれば、なんとなくによってくるのよ。うん 実はあそこはね、やっぱちょっと小さい会社だから、10億で入ってきたみたいですよ。うん、いう話聞くと、うん、30億で入ってるのバカバカしいでしょ、うん、?10 億で入ってきてるうん、うん。だから、んなんだったらもう格が下がるのこの10億の企業と同じところで CM 流してた、うちの格が下がるのは嫌だって言って、ソニーがいきなり辞めちゃうっていうこともあんのよ。うん、なるほど。だから、だから、 あのー、枠が空いてるからっつって何でも大安売りできるかっつと実はできないうんすごい難しいの、うん、テレビの CM ってなるほどなうんそこの駆け引きが、うん、それは俺もあのー、テレビのその CM のなんていうのかな自分の担当してたあれがそういうその番組の 提供なんかかもやってたから分かるああ本間さんが博報堂時代そういう感じだったと。ならテレビもやってたからね。うん、だらテレビってすごい複雑なのよ。うん、で最,最初の、えっと、民放がなんで、えー、っとそのオリンピック放送であんだけ結構はしゃいでたように見えた、うん、赤字になったから、うん、っていうとまあもと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 。 テレビ放映権っていうのを NBC から買ってんだよね、うん、日本って。国内のオリンピック放映権をね。で、今回の東京五輪は次の北京オリンピックまで含めて、あっと確か350億ぐらいで買ってんだよ。うんうん、で、その3分の2ぐらいは NHK が負担してるんだけど、うん、残りが民放全部で。 うん、分割して負担してってね、うん、だから、あのーまあ、正確に言うと北京オリンピックまで含めないと赤字額は確定しないと思うんだけど、うん、もう見込みで分かっちゃってるわけ、うん、そんなな集められないっう、ねうん、で、えー、とさっきも言ったけど今回はあのオリンピックがすごく不人気だったから CM 出さなかった企業が山のようにあった。はい ええね、だから CM の価格も上がらなかったわけよ、うんその。あれはスポットって言って15秒の CM だけどうん、うん、俺も出したい俺も出したいって言ってみんなが手を挙げると枠は限られてるじゃんテレビは24時間しか放送できないんだからさうん、うん、だからみんながいっぱい手を挙げてくれば値上がりしたんだけど、うん、トヨタとかパナソニックみたいな超大手の会社が、うん、みんな「あ俺やんねえからさ」って。 やっっったたからガバガバになっちゃったわけよガバ,ガバ空いてたわけ、うん、空いてたわけでそこに要するにその小さな新しい会社とかっていうのをまあいっぱい入れてたりはしたんだけど、うん、さっきも話したように、うん、だからといって誰でも参加できるような,、ね、あな金額にはできないあそこ空いてるんですねじゃあすみません10万円出すんでひとつき回ったと CM 寄ろうっつってなんか私と本場さんが ドッキンスオリンピックの真実が見えるよ配信中とかでなんかこんなはあみたいなこのいつものノリで出てきてそれはできないできないだそれはできないでそのあとにそんなことするんだったら空いていた方がいいな空いてた方がええしとかって空いた方がいいんです <laughs> そ,うと、はい、そういうことなの、うん、だから穴埋めしたいと思っても簡単にはできないのよ、うん、特にゴールデンタイム うん、あんまり安売りするとそれをちゃんと買っているスポンサーから文句が来るからね、うん、からほんとそこの見合いが難しくてさ、うん、でもやっぱり一番大きかったのは大きなパナとかにパナとかトヨタに代表されるテレビ CM 狂ったみたいに出すような会社が、うん、みんな腰が引けてたこと、うんね、でそれは民放はそれを言ってないじゃん今回うん、うん 言ってない、うん、まあそれ言うとやぶ蛇になるんで言わなかったんだけど、うん、まあそういう理由によって赤字になってるっていうね、うん、つまりだからオリンピックに付き合うとそうなっちゃうっていうことよだから難しいんだからそうねうんでやれやれテレビの場合は一番主体的に絡んでるからねうん、うん、あのこの番組でも何回も言ってるけど新聞業界ねうん みんなスポンサーになったわけじゃん。うん。みんなスポンサーになっみんなって、その全国紙みんなるうん。朝日読売日経、3系、えー、北海道新聞、毎日新聞。うん。ねで、みんなさ、多分5、60億は払ってるわけだ、組織委員会。もう、本当にもう。赤字なのに。もう、一応、北海道、同心と、 日経新聞は儲けてたよ、うん、読み歌朝日はあかんやろっていうぐらいもう赤字だったし毎日新聞に至って赤字額小さいけどお前これ自己資本比率2%とかってほぼ <laughs> <laughs> 潰れかけばあまあそうね一回潰れたしって 3K 新聞もやばいしさオリンピックのスポンサーなんかなってる場合じゃねえぞいやこれ不思議なのが電力会社もさ加工中核燃料っていうほら ゴミをさ無理やり資産計上してるじゃないですか、うん、で核燃サイクルが止まったら会計上あれ赤字になる可能性が非常に高くってね、まあ、その部分があの問題になってるんだけどもでその核燃サイクルの問題で実質赤字で国がケツ持ってくれる。で、まあ、まだテレビ局とか新聞社は、えー、赤字のところもあるけどもそういうごまかしがないっていう意味ではまだ原発に比べればオリンピックはこうやって分かりやすく出てくる。 これですら、オリンピックですらっていうことですよ、皆さん。<laughs> ねえ。気持ち悪いわ、本当に。<laughs> いやー、ねまあ、テレビ局もさ、オリンピックの放映へは赤字になったから、別に潰れるわけじゃないけどさ、うん、これ、うん、だからもう構造的な問題だからね。うんうん もうオリンピックっつったってさ、うん、そんなお前みんなが感動するような時代じゃない。それと今回はコロナっていうね、うん、特殊要因が、うんうん。だーけどだ、こうこうでだ、じゃあ北京オリンピックって若干すかテレビ放映できんのかっていうね、うん、ここ、来るわけですよ。うん、つまり、ね、前も。 言ったあのこの番組では言ってるけど、うん、そのボイコット問題がくすぶってる、うんまあ、くすぶってるっていうかこれからボイコット問題がうおって全世界で盛り上がってくるわけだ、うん、でアメリカはもうスポンサーアメリカのスポンサーに対して、えー、もうあのボイコットしろっていう、ねうん、言ってる言ってる議会で圧力をかけているっていう、うん、でスポンサーも悩んで うんはいでは日本ではどうなるんでしょうかテレビ局もどうするんでしょう確かに北京オリンピック素晴らしいんだーっていうでそこで CM をバン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 バーンって、ね、やるちょ,ちょっと無理っぽいねこれは <laughs> ちょっと怖くない怖い怖い怖いテレビ局としてはこれから最大のね悩み場がやってくるわけあ<ー>これああ まあまだまだみんなちょっと覚えてると思うんだけど、あれ、1か月前のテレビ、思い出してほしい。もうほら、番組始まると、はい、オリンピックなんとか選手素晴らしいですねーとかつな、とかつってさ、アナウンサーがさ、もう、もう、米つきバットみたいにさ、もう喜んでたでしょ。もうヘッドバンティングしちゃうよ、本当に。やったでしょ、うん それを北京オリンピックでやるかっていう話よ、うん、今後の今後の北京オリンピックの最大の問題はね、うん、どう伝えるかねっでそこあのやっぱり視聴者からさ、うん、何でお前あのこんなボリあのまあそのボイコット、うん 確実にボイコットってその国としてボイコットするか、うん、選手個人がボイコットするかの違いはあるけれどうん、うん、これ絶対ボイコットにはなる、うん、ボイコットする人たちは絶対出る間違いない、うん、で、そういうものを番組の中でどれだけ反映させるのかっていうねそういうその岐路に立たされる、ねうん、NHK とかさ、うん、もちろんみんなそうなんだけど、うん、さ 開会式の時にさ、しゅうわちゃんがドローン1万個ぐらいでさ、天井作っちゃったりする,する,するかもしれないわけでさ、うん、それを、素晴らしいですねって言うか <laughs> っていう問題があるんだよ。確かに。<laughs> <laughs> 確かに。でしょうん。これはね、テレビ局大変なの。で、じゃあ、スポンサーどうするか。 あのーえっと、東京オリンピックのスポンサー67社っていうのはあくまで東京オリンピックだけのスポンサーなので、うん、もう全部、ご用済み全然関係ない。ということはですよ北京オリンピックの中継には民放は新たにスポンサーを探さなきゃいけない、うん、じゃあ、スポンサーつくかっていう話よ。確かに これはスポンサーとしても頭が痛いよ、えー、だってパナソニックとかトヨタなんて絶対に北京に売り込みたいからね。でしょ中国売り込みたいから。っていうかあのトヨタなんかもあのヨーロッパに EU に販売してる台数よりも中国に販売してる湿度が多いからここでトヨタがね「ねあの大日本帝国は中国なんぞに車売ーンとかって言ったらすぐ赤字。<laughs> そそうっ、はい、かな。うん、だからどう付き合うか。いや、トヨタとかみたいに直接中国とどっぷり関係のある企業が一番もちろん大変だけど、うん、国内的にはさ、じゃあその、<laughs> 北京オリンピック、うんと、まあどこでもいいよ、フジテレビとかさ、毎晩多分北京オリンピック特集ってずっと番組やったとするとさ、うんうん そこのスポンサーに積極的に入るかどうか、まずそこで悩むよね。で、やっぱりほら、もうねえ、暇なウルトラあのネトウヨどもがさ、ああ、今夜もこの企業がスポンサーついてるとかさ、北京、うん、オリンピックの、ね、中継で。まずそういう話になるからね、絶対、ね、だからこれ、ほんとね、難しいよ。 あのー、45年前はさ、この権利、えっと、そのテレビの放映権利を買ったときは、うん、まさか北京オリンピックがこんな問題になるとは思ってなかったの、うん、早めに買っちゃえってみたいなね、うん、買っちゃえば大丈夫だっつっところが、それが時限爆弾みたいになっていて。 もう、めんどくさい、これ全部じ、もう NHK に全部,や抑え K に全部あ押し付ければよかったって、多分民放みんな思ってる。いやー、そういう問題がね、実は生じるんですもうだから、オリンピックなんか関わらなきゃよかったんだっうそう。原発も作んなきゃよかったんだって言ってるのもう。<laughs> そこそこちなみにドイツはあのー、福島の仕込みてやっべって思って原発ゼロっていうふうに目指して、えー、来年ぐらいに達成ですからね <laughs> だい大したもんだよできんじゃんっていうそうよできるのよやればああ<ー>そ,そういうふうに言うとさいやドイツはフランスから電力買ってるって位置、ねうん、つけるバカがいっぱいいるんだけどうんうん、うん、ウルトラウルトラ<れ>ウルトラバカ。 それ一方向じゃねえから、うん、それ双方で、うん、EU の中でお電力を回して、融通し合っていて、うん、でフランスあのドイツでえっとフランスのフランスから買った方が安いときはフランスから買う。うん、で、その逆もやってんのよ。フランスも原発大国なんだよね、ヨーロッパの中で。いや、もう、原滅ぶっちゃあるよ。ね。うん、だけど、なのに、 ドイツから電力買ってんだよ、うん、フランスってうんだからそこはね別にねあのー、フランスから電力買わないとドイツがあのー、原発止めているせいでフランスから永続的にあのー、電力買ってるかって言うと別にそんなことはないないないね全然そんなことはないほんとねケチつける場がいっぱいいるからまあ最初に言っとくけど、うん、でもそれはそんなことないのよ、うん 売ったり買ったたりり買してんのしかも比率減ってるからよこれなんでかドイツが再生エネルギーいっぱいやってるからだようん軌道に乗ってきたわけよ、うん、最初は大変だったけど、うん、つうことだよねだって2030年までにですよドイツは再生エネルギーの比率を65%にするっつって言うんですよすごいことだよそれ ななんでででででドイツきでできて日本でできないわけよ、うん、あちなみにあのよくあるあの市販をもう1個言ってくた原発ね撤めってからドイツはもう2000気炭素めっちゃあるんだよ」っていうふうに言ってるんだけども2030年、えー、2030年までには無理だけども徐々に今減らしてん、うん、で38年までには全敗ですよ石炭電力とか火力系すごいよね で議員だってやろうとすれば、うん、やんないだけだから、うん、やんないで原発に毎年何兆円も金をつぎ込むっていうの違いかってね、うん、話じゃん。でもそれをやってんのよ日本は。うん、でよせばいいのにオリンピックにもやりたいとかって言っちゃって、うん、さらに今多分無駄金を使ってるっていうね。うん、いや日本ってまだまだ大丈夫だな。 余余裕裕ある余裕こいてるてよねまああの余裕があるふりなんです皆さんこれは <laughs> なんでかっていうと <laughs> 東京オリンピックほらできたじゃんベルトンしても大丈夫でしょうって言ってる横でね気づいたあらユ減ってるあユキがまた一枚二枚って知らない間に取られてんだからそうよ本当そうだようん ちなみに、オリンピックあのドイツの電力の輸出と輸入の比率でいうと、もうとっくに輸出してる電力の方が少なくなってます。要するに、ああ、じゃあ、輸入してる電力の方が少なくなって、輸出してる電力が高くなってんだよ。うん、だからもう本当にもう、ああ。 まあだから最近あんまり言われなくなったね、その話に。<laughs> に最初はすげえ言われてた <laughs> ウルトラデマですからね、あれは <laughs>。最初はね、すごい言われてたけどね。うん。うん、なあでもな、最初に言ったもん勝ちっていうのがあってさ、いま、うん、だにそれ信じてる人っているからね。うん、結構ね。<laughs> <laughs> まあだからさ、日本って。 関わっちゃいいけないもの2つにさ同時に関わっちゃったわけよ原発っていうのとまあこれはねはるか40年50年ぐらい前からずーっとやっちゃってんだけど、うん、あもっと前だ60年ぐらい前から、うん、ずーっとやっちまっていまだに抜け出せない、うん、でよせばいいのにそこにオリンピックっていうものをまたやっちゃったわけようん、うんでまた 超単位の金をそこに注ぎ込んで。あのぼったくり男食は、はい、さよならーっつって。っはい、じゃ、なあ。もう、いただくものをいただいちゃったんですね。なーってまあ、ぼったくり男爵はさよならって言って消えてくれるよ。<う>で、それで無駄なさ、そういうこのこう新国立競技場とかさ。残ってったけど。原発は違うよ。核のゴミをずっと出し続けるんだよ。あ。 そこに立ってるだけで危険だから。<laughs> っね、<laughs> <laughs> そこに立ってるだけで危険なんだそっつうの。本当に。勘弁してよって。うああの、<え>発電してなくても危険だから。うん。うん。まあ、俺が言ってる、立ってるだけで危険っていうのはさ、うん、つまり常に あのー、核燃料を冷やし続けていかなきゃいけないわけじゃうん、うん、だから外から見たらさなんか立ってるだけに見えても、うん、中では常にこう何百トンっていう水をさ、うん、循環させて冷やしてるわけ、うん、それが止まったら福島第一原発みたいになるわけだからね、うん、本当に恐ろしいシステムだってあ もうなあ外から見たって何何なシーンとしてる何も動いてないように見えるけどさ、うん、実はそれの繰り返しだからさ、うん。でしかもさ原発市場よりもさこれ再生エネルギー市場の方が大きくなりつつあるんだよ。まあそうだねってことは原発もし日本がね原発を停止させましたと。 でメルトダウンを起こしてしまったけども華麗に再生エネルギーに転換しましたこのノウハウ皆さんどうですか私たちは原発メルトダウンを起こして静岡ひどい目に遭いましただからこそ再生エネルギーやったんです、ね、さあ買いませんかさあ買いませんかどうですかっていうふうに輸出してたらどんだけ儲かったかこれとこれの真逆をやったのが安倍晋三ですよ いや、メルとバウンしちゃったけどね、失敗したからこそで大丈夫なんですよ。アンダーコントロール、オリンピック招致、うちの原発いりませんかつって、売れなかったっていうモード。あ、<laughs> もにもほどがある。売れなかったかね。そう、売れなかった。あんだけ外遊しといて売れなかったっていう。世界の潮流は違うんだからさ。<え>みんな原発はもうやーめようかなと思ってる時に、買わない、買わない。 し一,一回壊れちゃったけど今直してるから買わない <laughs> 大丈夫大丈夫アンダーコントロールとかほらオリンピックをやるからさ会お <laughs> <か>うか、ん、やっぱりな世界ってやっぱりそんなバカな国ってないんだよね結局 <laughs> どこも買ってくなかったってさ <laughs> あ<ー>ああのー、意外にさ、うん なんかどっかほら発展途上国でさ、うん、独裁体制とか引いてるさバカな国が買ってくれるかなと思ったら、うん、やっぱ買ってくれないんだよねそりゃさそこまでバカじゃないんだよねそれ,それお前ささすがにそれは <laughs> バカにしすぎですよ <laughs> 発展途上国だから <laughs> どこもないからそんなの <laughs> やっぱりいや,ーやっ 買わないもんなんだない、はい、もんんだって思さは無理ですああまあそれは変わんわな、うん。<laughs> っていうか発展途上国でさもしさ福島第一原発級の事故が起きたらさ、うん、あっという間に国が潰れるからね、うんうん、もう間違いなくだから危険で買えねえんだよなやっぱり。 しかもさあの石油メジャーねあのほらえっと本間さんがあのえっと広告電通から奪ったとこどこだっけえっとあエネオス、エネオスとかそういう石油系のさ大手あるじゃん世界のでそういうその石油メジャーとかは何に今投資してるか再生エネルギーですようん。自らにはもう投資してないなの 先細りなもんだっっっててこれは再生エネルギーやった方がいいに決まってるよねどう考えてもその方がいいですよ。うんっていうかこれで石炭と石油と LNG と原発でこれから新興国とか発展途上国がどんどん豊かになっていって電力事情やったら、えー、再生エネルギー以外でやって原発なしで石油とか石炭でやるとですね地球温暖化で滅びます。 で原発、うわあっ,って世界中の原発、今400基ぐらいあるのかな、あのそれを、ね、4000基に増やした。もう人類滅亡だよ、どこかのタイミングで。<laughs> ってことは、世界の政治家、分かってるのよ、分かってるから、じゃあ再生エネルギーだよな、し、まあ、仕方ねえかって言ってんだのに。 自民党政権は今までさ、それをさ、いや、ベルトダウンしてもアンダーコントロール、オリンピック OK、はい、じゃあ海外の人買いませんか <laughs> 頭、昭和で止まってんの <laughs> 意味不明なんだけど、<laughs> 原力基本法案あたりができたのって1950年代だったと思うけど、たぶんそのあたりで止まってんですよ、自民党。あ、止まってるのよ、ね。だから、1964年にやったオリンピックやりたかったのよ。 だから河野太郎が核年サイクル止めるとか言ってるだけであんなに大ごとになるんだよまさしくまあもう時代のあまりにももう時代のあだば花だ,だからさ、うん、やめなきゃいけないんだけど、うん、やめられないんだな、うん、やっぱりしゃぶってのは怖えよな怖いよね金メダルしゃぶとかさ、うん 原発シシャャブブとかっていいいろろろんんなシャブあるんだけどさプロトニウムシャブですよ。プルトニウムシャブもね、あれ濃度が高いからさ、一回打つともう、ああの脳が破壊されるんだよ。ああっつって、いやも,もっと高速増殖炉さえあれば、<laughs> もっと濃度の高いプロトニウムシャブかけへへへって思ったら手に入らなかったっていう。もうそれに一体どれだけ作ったんだああ、まったくしょうがねえなーって。 ああまあだからね、もうそんなさ、もう原発もダメだし、オリンピックもダメなんだ。絶対、今の世界で絶対手出しちゃいけないもの2つ。原発とオリンピック。<laughs> これに手を出すとみんな貧乏になるってさ。しまったなあ、<あ>東京に。一部の人間だけはもうかるけど、<う>ほとんどの人間はみんな。 主奪されるっていうね、うん、だからオリンピックも原発もそうなんだけど、うん、あの一部の権力者が儲けてるっていう風にねまあ確かにそれ事実なんだけどもその原発もオリンピックもどっちもオワコンになりつつあるっていうのも共通点ですよ、うん、だってオリンピックだってもう次あるとこどこっていうふうにだんだん少なくなってきたからね うん、で原発も安倍晋三があんだけさ、外交しても売れなかったっていう意味でもそうだし、世界の潮流で原発に投資してるとかなんかねえから。ないよね。アメリカももう新しいものは作ってないんだしさ。うん、あれなんだっけ、ビル・ゲイツがなんだっけ、なんか小型原子炉とかなんとかに核融合のほうでしょ、それあ。なんか金突っ込むとかうん。なんか言ってたよね。まあ 核融合はあのー、全然その核分裂の従来の原子炉とは違いますからね。うん、まあだけど、あのー、ビル・ゲイツがいくら投資したのか私は知りませんが5兆とか10兆持ってるうち個人資産で5兆10兆だからねさらに運用してるお金も入れたらもっと多いからなんか知り合いに頼まれて突っ込んだだけなんじゃないの、うん かもな、うん、すごいよね、それができるって言うんだからね、でも、まあ話の筋から外れるからんだけど。うん、いや、あのできるっていうか、できるかもしれないっていうだけよ。うん。うん、<laughs> ああ、もう本当、オリンピックってな、どうしようもねえなと思うけど。 そそそれでさそうそう,そうオリンピック系だとね、あのニュースウィークの記事がね、この集的なちょっと面白い記事だからね、うん、ちょっと紹介しておきたいんだけど、そのオリンピックが主脱的っていうね、うん、あのー、そういう視点で書かれてるだなだ主、うん、脱的なオリンピック、的主脱,脱,脱,脱的ね。うん 収奪的なオリンピック包摂的なパラリンピックって書いてあって、うん、これどういう意味かっていうとまあ中興味のある人はこれ読んでほしいんだけどそのオリンピックっていうのがなぜ収奪的かっていうとオリンピックの金メダルのこうあれを見ていく、うん、と今回日本ってオリンピオリパラで何が一番違うってたかっていうとさ ものすごいやっぱりほらパ、オリンピックの時にメダル数が伸びたあと大騒ぎしたでしょ。うん、ね、金メダル27個、うん、すげー全部で58個、史、うん、上最大って言って、大騒ぎしたじゃん。でも、パラリンピックではそういう話、1個も出なかったよね、1うん、うん、一回も。うん、で、パラリンピックで金メダルが一番多かった国って、中国だよね、うんなんだよね。はい でこれは一体どういう差なのかっていう記事ですごく面白いと思ったちょっとあの正確にきあのメダル数を言っておくとですね、うんえー、金メダル、中国96個あパラリンピック,ピックイギリス41、二位がねもうだから、もうこの時点って倍よ、うん、でアメリカ37でロシア36オランダ25ウクライナ24ブラジル22オーストラリア21イタリア14 ふ日本13だからまず皆さんに残念なお知らせをしとかなければダメなのはですね人口がういけれでっていう理屈は通用しませんオーストラリアの人口はですね<お>、えー、日本の4分の1か5分の1ぐらい当然オランダも少ないイギリスは半分これねすごい衝撃的な話なのよ、うん、で俺もねなんでこんなに差がつくんだろうなと思ってた、うん パラリンピックの差のつき方が異常、うん、異常っていうか、オリンピックに比べたら、うん、尋常じゃねえなと思ったわけ、うん、それでもパラリンピックって、今回、パラリンピック日本でやるっていうんで、パラリンピックのその競技、競技に出る人たちには、税金使われてんだよ、実は、あの強化選手として。うん、オリンピックの何分の1かだけどね。うん オリンピックはまた凄まじい金額何百億って使われてるんですよ。うんうん、パラリンピックにも実は使われてるわけ。なのにこの差圧倒的な差って何なんだろうって思ったら、うん、まあこの「ニューズウィーク」がね面白い視点で書いていて、うん、まあ要するにオリンピックはオリンピックやるぞーって言ってもう狂ったみたいに金かけたわけ、うん、それで今さっきも言ったけど選手たちにもまあもうこの7年間 この8年間ぐらいで多分1000億円にぐらいに近い毎年100億円ぐらいのお金が選手強化策として選手に配られてきた直接選手にあげたんじゃないよあの、まあ、選手の,その強化費としていろんな団体に配られるでそれに比べたらパラリンピックはやってたけどめちゃくちゃ少ないそれとそもそもパラリンピックの選手たちの 練習場所っていうのも日本ってすごく限られてる、うん、だから選手自体がすごく少ない,い、ねうん、でオリンピックは金をかければなんとかなるわけよ、うん、要するに狂ったみたいな金をかけて有望な選手一人でもいればその一人に金をグワってかけて、うん、そいつをなんとか世界一に持っていけばもてはやされるわけじゃん。うん ねうん、そういうことをやっているからこれをこれを収奪的、うん、要するにみんなから国民からかき集めた税金をたった1人の選手でもいいからうおーってかけて金メダルに持っていくだから収奪的、うん、で包摂的パラリンピックは包摂的だって言ってるのは社会で包んでいるのかどうかつまりパラリンピックの選手が日本はすごく少ないっていうのはそもそも のの競技をやる場所がほとんどないのよ興味ないんだよね。社会が興味がないから。うん、で、そのパラの、例えばパラのさ、あの今回、えっとすごく有名になったパラのバスケットあったんでしょ、はい、車いすバスケット。あれだってやる場所ってすごく限られてる。うん、なんでかっていうと、あれをやると床が傷むって言われるわけ。あー、なるほど。あのだって 車椅子でで激突するでしょうん、うん、だから下が痛むから嫌だって言われるわけよ。うん、だからすごく少ないわけやれる場所が。うん、やれる場所が少なくって競技人口が少なかったらこれはなかなか伸びないよね。これしょうがない。だから中国の金メダル90個ってすごいなと思ったのよ。96でしょ。うん、つまりえ ?96。96でしょ。 その、えー、とウクライナとかオーストラリアとかも日本よりはるかに上だパラの金メダル、うん、メダル数がねこれが上だっていうことは要するに競技人口も多いっていうことなのよウクライナだって4000<で>万人ぐらいしかいないもん人口でしょ、うん、なのにパラリンピックのメダル数は日本より上なわけでしょ、うん、結局それはなんでかって言ったら競技人口が多く多い多いということはやる場所も多い、うん、で それに協力する人たちがいっぱいいるっていうことなんだよね、うん、だからつまり社会でそれを認めて大切にしてやってるからこういう時にパラリンピックなんかをやると金メダルをちゃんと取れる金メダルだけじゃなくてメダルをよく取れるっていうそういうことなんだなああ聞きたくないこれこういうことがつまりパラリンピックでキー 季節して、うん、バレちゃったわけうん、うん、日本はパラリンピックやるぞっていうからまあ急増的に一生懸命やってみたんだけど、うん、まあやっぱりそれなりの成果しか出ない。でも常にパラ競技をやっている国はやっぱり強いっていう。うん、でなんとなんとあの中国が、うん、なんか強権国家的なイメージがあるじゃないやっぱり。うんうん、なのに包摂的な。 社会運動つまりパラの競技を常日頃からパラ競技やっているパラに参加する人もいっぱいいるんだっていうなんと包摂的な会社ナンバー社会ナンバーワンだったという中国が、ね、<laughs> いやでもこれさ海外のニュース見てると悲しくなるのが中国の大企業の ね、ハラスメント問題、うん、これかなり進んでるんですよだから日本でみんなが我慢してるハラスメントあるよねまあセクハラパワハラなんかサビザンとか色々あるじゃんああいうのは中国だったらむしろもはやあこういうのやめようねって進んできてるから下手すると日本の方が。 強権的国家って思われる時代がまあでもそういや大日本帝国だったしみたいなふうに思われかねないわけよ。とねそういう,ういうことだよ、ねうん、なんとそういう公平性とかななんかなんとかも中国に負けてしまうのかっていうね。うん、まあまだ大丈夫でまだ大丈夫だけど。 ちょっとそのもう中国は強権的で独裁的っていう一面だけその部分は当然あるあるけどそこだけ見るのはもうちょっとやばくなってきたよ。ね。いやでまあ中国がパ,パラの話でね、うん、もう1回加えておくと中国がて1位で96個だけど、うん、それ以外の国もうわーって結構いっぱいあるのよ。うん、でそこがなんでパラで強かったのか。うん、日本は 日本はだってメダル数でいうと15位ぐらいだよねね、うん、11位11位11位金メダルだけで言うとあ金メダルだけだね、うん、圧倒的な差があるわけじゃないなってさそれは何でかっていうことを考えたらそもそも障害を持ってる人が普通にスポーツできるような国なのかって考えたらそうじゃないんだっていうまあバレちゃってるねっていうバレちゃったねでそれをさ日本のメディアはどこも書いてないでしょ これニューズウィークだから書いてんだよ。だって日本パラリンピックに関してはさ、ちゃんと論評した新聞なんか一つもねえから、ね。だって日本のメディアはそういうふうな人権問題意識低いもん。うん。もうパラやってよかったねーって、開会式のあの女の子可愛かったねーってそれしか言ってねえもん。うん。言ってしまえばさ。でも。 そこにはすごい差があるんだな。まあ報道の仕方一つってもいつもの話じゃない。うん、まあそんだけ差があるってこと、うん。まあそんなわけで今日はね、その原発もオリンピックも似たようなもんで、もうおわこんなのに税金投入させられててもこの金やだ。もう他のに投資したら日本はもっと豊かになれますよ。次の選挙でそれをちゃんと選ぼうということで、えー、今日本間さんと話をさせていただきました。 まあね、あの本間さん、オリンピックに関する本も書いてますんで、えーうん、これぜひね、カンパして、ですね本間さんがもっと本書こうというふうに、えー、ぜひね、やっていきたいなと思ってますので、カンパぜひよろしくお願いしますということで、今日も読書。ありがとうございました、本間さん、皆さんもありがとう、とうバイバーイ。